はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずっこです。それでは今回なんですけども、三井住友 V ポイントで V ポイント祭り、毎月の支払いで最大3000円相当がもらえるキャンペーンも開催ということで、今回は三井住友の V ポイントについてですね、この動画では V ポイントのお得なキャンペーンについてお伝えします。まあ普段からですね、三井住友カードをメインカードとして利用されている方はかなり必見ですので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、いってみましょう ということで、今回は大きく分けて2つのキャンペーンについてお伝えします。まず1つ目なんですけども、こちらの V ポイント祭りということで、それがこちらのキャンペーンですね。要エントリー V ポイント祭り当選者合計10万名様最大抽選で100名に5万円分が当たるっていうようなキャンペーンとなっております。この10万名様っていうね、まあまあ当たる人数は多い方かなというふうに思っております。 でですね、その10万名様の V ポイントギフトをどんな風に当たるのかという内訳なんですけども、1等の方であれば100名様に5万円分、そして2等の方であれば1000名様に5000円分、そして3等の方であれば98,900名様に500円分が当たるキャンペーンとなっております。で、このキャンペーン参加するためには必ずね、エントリーが必要となってますんで、まずはエントリーを行います。で、対象カードっていうのが決まっておりまして、実際にね、これをクリックすると画面が変わりまして、 こちらにその対象カードがね、ずらりと出ております。以下のビザマスターブランドのカードが対象ですということでございますので、まあ一番わかりやすい例で言うとね、三井住友カードの NL、これナンバーレスのカードですね。今本当すごく流行ってるカードの一つなんですけども、こちらも対象であったりとか、通常の三井住友カード、これらの、えー、ビザマスターブランドであれば対象と。 他にもね、こういった感じの三井住友カードのものであれば、対象となってますので、ぜひご自身のカードが対象かどうかっていうのをチェックしてみてください。で、対象のカードかどうかっていうのをまず確認した後に、そこからの流れとして、まずはエントリーを行います。で、エントリーを行って次に、対象カードでお買い物をしていただくんですけども、期間中のご利用金額合計が税込み5万円以上一口として抽選としますということでございますんで、まあね、5万円を一口って、まあ結構な金額かなと思うんですよ。 で、しかもね、これ、抽選なので、確実に当たるっていうわけではないので、先ほどもね、冒頭にもちらっとお伝えしたように、三井住友カードを、もうメインカードとして生活で使ってるっていう方であれば、まあ、参加はしやすいかなと思います。コースが多いほど当選確率アップということになってますね。で、決済方法もね、ここに出てるように、特に問わず、ビザのタッチとか、マスターカードのタッチ、あとはアップルペとか、グーグルペそういったものでも今回のキャンペーンに参加できるみたいですね。で、今回チャンスは3回あるみたいで、当選は1人 1> 1回目で、すすけども第1回第2回第回回回ってていいいうに分かれてるみたいですでその第1回、第2回、第3回の利用期間というのが、まあ、結構こんな感じに分かれていますので、6月1日から6月30日中にエントリーをして、6月いっぱいの間使ったら7月下旬に当選発表がされると、それ以外の期間はね、ご覧の通りとなっております。 で、今回のね、キャンペーンのここいいなと思ったところが一つあったんですけども、これですね、どんな利用が抽選の対象になりますかということなんですけども、まあ、ここにも出てるように、プリペイド、スマートフォンアプリ V ポイントを含む、や、決済アプリ、電子マネーへのチャージ利用、ETC 各種高級料金や納税も対象となりますということでございますんで、まあ、簡単に言うと、プリペイドカードのチャージであったりとか、決済アプリっていうのはおそらくスマホ決済とか、で、電子マネーへのチャージ、まあ、スイカとか、まあ、そういったもの だと思いますで各種公共料金とかもねまあ電気代とかガス代とかそして納税も対象ということでございますんで正直ねもうほぼほぼ生活の一部として使うものが多いものばかりかなと思うんですよなのでそれが対象ということであればうまくね組み合わせて使って5万以上到達そうであればまあ事前にエントリーをして参加してみるで当たったらラッキーだなみたいな感じでやってみるのも結構ありかなという風にも思いましたでですねこの各種公共料金に関連してですね2つ目のキャンペーンに 繋がってくるんですけどもそれがこちらですね毎月の支払いに新規登録最大3000分の V ポイントギフトがもらえるキャンペーンというのが同じく6月からスタートしておりますそれがこちらですね毎月の支払いを三井住友カードで新規登録をして最大3000分の V ポイントギフトをプレゼントというようなキャンペーンが6月の1日からスタートしておりまして7月31日までのキャンペーンとなっておりますで、キャンペーンの内容として電気ガス水道や携帯電話各種サブスクなどの お支払い方法を三井住友カードに新規でご登録の上お支払いいただくと 一カテゴリーにつき500円分の V ポイントギフトをプレゼントいたします。これにはね、ちゃんとエントリーが必要ですって出てますね。で、対象は6カテゴリーの合計47加盟店で最大3000分の V ポイントギフトをゲットするチャンスということになっております。で、ここのね、新規ご登録っていうところなんですけども、まあどういったものが対象なのかということなんですが、2021年の6月1日火曜日以降、対象加盟店の初回利用が弊社にて確認できた方が対象となりということですので、とりあえ とりあえず6月1日以降とというところがポイントですねそして、2020年6月の1日月曜日から2021年の5月31日月曜日までに対象加盟店の利用がある方は対象となりませんということですので、ここはですね、 ご自身の、まあ、これまでの明細とかを確認して、自分で払ったかどうかっていうのをね、事前にチェックをしないと、ちょっと危ないかもしれないです。で、今回のこのキャンペーンの対象カードなんですけども、三井住友カードが発行する V ポイント対象の個人カード、かっこ提携カードも含むということになってます。 アマゾンマスターカードやビザラインペックレジットカードなど独自ポイント対象のカードは対象となりませんということでございますんで、まあ簡単に言うとね、もう三井住友カード、通常のカードであったりとか、三井住友のナンバーレス、そういったものがまあ対象になりますよと。で、対象とならないカード一覧ということで、まあこれをクリックしたらね、こちらの専用ページにアクセスできるんですけども、今出てるようなこちらのカードに関しては対象とならないカードとなってますんで、まあここはね、ちょっと事前に気をつけた方がいいと思います。 で、今回のこのキャンペーンの条件なんですけども、まず条件1、対象カードでエントリーをすると、こちらのリンクは概要欄に貼っておきます。 で、条件2に関したら、対象加盟店の支払い方法に、対象カードを新規登録して支払うこと。まあ、利、利用期間に関したらね、先ほどお伝えした利用期間となっております。で、複数カードをお持ちの場合、いずれかのカードでご利用があった場合は、本キャンペーン期間に別のカードで新規登録をされましても対象となりませんということですので、ここもちょっと気をつけないといけないですね。で、そして条件3、弊社からのメールを受信できる有効なメールアドレスの登録ということですので、メールアドレスの登録もしてくださいと。で今回 の特典の内容内訳なんですけども利用カテゴリかけることの500円分の V ポイントギフトをメールでプレゼント1カテゴリあたり特典500円分の V ポイントギフトのプレゼントは1回ですということですねで気になる対象加盟店見ていきましょうまず電気のカテゴリーの場合なんですけどもこちらクリックしたらご覧ずらっと出てきます北海道電力とか東北電力僕が住んでるところは福岡なので九州電力こちらも対象となってるとまあ、ここ最近ね某楽天カードですかねあちらがねあの公共料金の還元率が 下がったので、まあ、今回のタイミングでこの三井住友カードのキャンペーンに参加してみても結構いいかなと思いますでガスのカテゴリーであれば北海道ガス東京ガスとかそして九州のガスが 細部ガスですかね。まあ、ここら辺は僕が知ってるとこですね。で、水道カテゴリーも出てますね。まあ、ここは結構場所的に限られてるとこ多いですね。住んでる、僕が住んでる福岡の水道局はなさそうな感じです。で、携帯電話カテゴリー。これは結構ね、対応してるところは、ま、多いのかなと思いますね。au もあるんですけども、povo、ソフトバンク、LINE もワイモバイル、 どこも、アハも、LINE モバイルって感じなんで、ここは結構対象の方はまあまあ多いかなというふうに思ってます。まあこれもね、サクッと登録して500円分のポイントがもらえるのは結構ラッキーですね。で、エンタメカテゴリーであればスカパーフール、ワウワウ、まあここら辺も対象と、保険カテゴリーっていうのもあるみたいで、 アフラック、オリックス生命保険。まあそういったところのね、保険のカテゴリーも対象となってますんで、まあ今回最大で3000ポイントですので、ご自身がどれかに該当してるのであれば、何かしらのね、まあ支払いに当ててみるのは結構ありなのかなというふうに思っております。 で、特典還元スケジュールっていうことなんですけども、まあ、どんな感じの時に集計されて、どんな感じにプレゼント付与されるのかっていうことなんですが、2021年の6月の1日から6月30日までの間に、費用、そして集計期間ということで、集計されてプレゼント付与されるのが8月上旬。そして、7月1日から7月31日までの間では、9月上旬にプレゼント送付がされるということになります。まあ、今回のね、このキャンペーンに関したら、正直、ま、確実にもらえるキャンペーンとなってますんで、もうこのキャンペーン の期間だけは、この三井住友カードを登録して支払いに当てるっていう方法も個人的にはありかなというふうに思っております。 ということで今回お伝えしたキャンペーン2つまとめなんですけども、まず最初にお伝えした V ポイント祭りの方なんですが、こちらキャンペーンの期間は6月の1日から6月31日まで、で、得点として1等から3等まであるんですけども、1等であれば5万円分、そして2等であれば5 0 0円分、3等であれば500円分、こういったのが得点で、抽選にはなるんですけども当たると。で、条件としたらエントリーをした後に、対象カードで税込み5万円以上利用することによって、この得点のいずれかが当たるチャンスが出てくるということに になります。で、対象カードは三井住友ナンバーレスとか、まあそういったね、三井住友カード関連のものであれば、ある程度のものが対象となってます。対象となる支払い方法は、普通に決済してもいいんですけども、まあプリペイドカードにチャージをしたりとか、スマホ決済とか電子マネーチャージ、公共料金、そしてなんと納税までも含まれていますんで、もうこれは基本的には三井住友カードをメインカードとして普段から利用されている方は、まあついでに参加する程度であれば、当たったらラッキーかなというふうに思っております。で、このキャンペーンと合わせて使うとお得なキャンペーン なんででですすすけどもも今現在ですね三井住友カーードのの場合こちらのキャンペーンペ絶賛開催中でございます以前もね、こちらの2つに関したら動画で解説をしてるんですけども、ユニクロペイと三井住友カードのキャンペーンですね。こちらは、キャンペーンの期間がなんと5月27までだったんですけども、あの、いわゆる緊急事態宣言があったので、それに伴って、キャンペーンの期間が延長されて、6月の10日まで開催中でございます。 ユニクロペンに対象の三井住友カードを登録してお買い物をしたら20%分が付与されるっていうキャンペーンと、アップルペンにビザのカードが登録できるようになったキャンペーンも開催されておりまして、こちらも6月30日までとなっております。で、こちらのキャンペーンそれぞれですね、上限が1000円まで、1000円までっていうことになってまして、還元率は20%と15%なんですけども、利用上限まで使ったら5000円相当まで、そして利用上限まで使ったら6667円分まで使うことになるんで、まあ、先ほどお伝えした、この対象カード5万円以上利用に、 まちょっとした足しになるのかなという風に思ってますんでこのキャンペーン期間中にうまく使ってみても結構ありかなという風に思ってますでそれに加えて先ほどお伝えした毎月の支払いの 最大3000円分が当たるキャンペーンなんですけども、こちらのキャンペーンの期間は6月の1日から7月31日まで、で、特典内容として最大3000円分の V ポイントギフト、そして内訳としたら利用カテゴリー数かけることの500円分がもらえるということになってます。こちらはね、抽選ではなくて利用カテゴリごとに500円分がもらえるので、 ま、確実にもらえると。で、条件としたら、エントリーをした後に、対象加盟店の支払い方法に、新規登録をして支払いをするっていうのが条件となります。まあ、これまでの期間で、三井住友カードを登録されてない方が対象となってますんで、ここはね、ちょっと自分が対象かどうかっていうのを事前にチェックをした上で支払いを行ってください。で、その後にメールアドレスで登録すると。対象加盟店のジャンルとしたら、 電気、ガス、水道、そして携帯電話、エンタメ、保険などということで、詳細に関しては先ほどお伝えした通りなんですけども、ご自身で公式のホームページをぜひ事前にチェックをして参加をしてみてください。 で、もしですね、V ポイントを貯まって、どうしようかなという風に、使い道に困ってたらですね、一応、あの、以前、こちら、三井住友カードナンバーレスで V ポイント、これに使うべきっていうことで、V ポイントの使い方とかを簡単に解説した動画をアップしてますんで、こちらも概要欄にリンクを貼っておきますんで、見てみていただければと思います。まあ、そんなこんなで今回は、三井住友カードの V ポイントのキャンペーン、大きく2つについて、簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、先ほどのね、まあ、抽選のキャンペーンに関したら、一口が、まあ、5万円以上、税込み、 5万円以上っていうのが条件なので、まあ、無理に参加する必要っていうのがないんですけども、三井住友カードをメインカードとして普段から使われてる方であれば、結構ラッキーなキャンペーンかなと思ってますんで、まあ、早い段階でエントリーをして、ぜひ参加をしてみてください。で、高級料金とかに関したらね、まあ、確実にもらえるキャンペーンとなってますんで、まあ、ここ最近ね、楽天カードの還元率がちょっと下がって寂しくなってたとこではあるんですけども、もしね、対象の三井住友カードを持ってる方であれば、 今回の最大3000円分がもらえるキャンペーンも参加してみてもいいのかなというふうに思っております。で、今回お伝えさせていただいたキャンペーンの公式リンク2つと、ピーポイントの使い道に関しての動画のリンク、それぞれ概要欄に貼っておきますんで、詳細気になる方ぜひチェックしてみてくださいということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました